回は、皆さん、今の環境、ルーンという小賢しい構築に悩んでませんでしょうか？今日はですね、ルーンという構築に 100% 勝てる構築をですね、用意してきたので、ボコボコにしていきたいなと思います。で、この構築を使えばですね、ルーンに今まで当たって苦しんできた人たちいると思います。なんですが、これからの時代は、ルーンに当たれ、ルーンに当たれというね、体の変化を感じることができるようになるんですよ。もうルーンに当たった方がありがたいんですよね、構築。今後ラビリンスの革命的な考え方としてはですね、もうルーンに当たることこそがありがたいんですよ。有利やからね。だからもう完全に有利マッチなので、ルーンに当たれば勝ちなんよ。という次元まで作れるので、まあ今のルーンにね、鬱憤話したい人にはめちゃくちゃおすすめの出来なんですよね。ちなみにですね、この構築は世界ランキング1位の方が現在使ってるということで、ツイッター上でもですね、大バズりしたね、バズりにバズりまくった構築として、めちゃくちゃ今話題の構築なので、ぜひですね、この構築参考にしていただければいいかなと思います。で、今回の構築は、ルーンというデッキ、特定のデッキを完全に目立った構築なんですけども、もちろん環境にひしめく残機とかフアンダリーズとかデスピア、その他諸々の環境のテーマの構築にめちゃくちゃ勝てます。もっと言うとですね、ラビリンスで一番強い構築と言っても過言ではないというのがこのデッキの魅力なんですよね。で、デッキを見てもらうとですね、まあ、ルーンというデッキを完全に目立ったっていうのがわかると思うんですが、例えば、覇王竜の魂なんかがそうなんですが、例えば、対戦相手の方が魔法カードを使う構築であれば、このカードめちゃくちゃ刺さってですね、ペンデラムドラゴンとか、エクシーズドラゴン、そしてシンクロドラゴンとか、フュージョンドラゴンをそれぞれ1体ずつ展開することによって、このクリスタルウィングシンクロドラゴンっていうカードですね。このカードは1ターンに1度魔法とかトラップカードが発動した時に、そのカードのね、発動を無効にし破壊するということで、まあ、相手が魔法を打つだけでね、1妨害出るということで、しかもね、打点の強いカードがね、一気に4体並ぶということで、押し切ることができるんですよね。そして、魔封じの方向を打つことによって先行のルーンを完全に粉砕するであったり、そしてコズミックサイクロンでルーンの泉を除外することによってルーンが嫌がることをしたりですね。さらにですね、この闇のデッキ破壊ウイルスを打つことによって、自分のね、攻撃力2500以上のね、闇属性モンスターリリースするって書いてあるんですが、このカードはですね、ハオリの魂で出たこのスターブ系のカードとか、アークリベリオンとかね、それからまあブレイブアイズのオットアイズ系のカードとかをリリース。これもね、一応攻撃力2500以上の闇属性なんよ。で、これで切って、ルーンが得意とする、御前試合ってあるじゃないですか。この御前試合っていうカードも闇属性のカードが3枚やから、クリスタルウィングが出せないだけで、3体出すことはね、一応ね、覇王竜の魂からできるんですよ。だから御前試合もあんまり痛くないし、もうルーンをガンガンに埋め立っていきます。そして、次元障壁を採用してるんですが、まあ、先行で次元障壁を開くことによって、相手にね、融合モンスターを召喚させずに、ルーンの泉のアクセスを断ち切っていくと。さらに、写しをバラネを採用することによって、まあ、今ね、天の岩戸っていうガントね、いるんですけど、まあ、モンスターの効果を全て無効にしますよっていうカードをね、まあ、こういう、まあ、写しをバラネとか、まあ、デーモングリッチなどで破壊していくと。モンスターでね、破壊効果効かないから、ちゃんとこのデーモングリッチとか、写しをバラネを絶対入れないと、まあ、ルーには勝てないんですよね。で、デーモングリッチは悪魔族モンスターがいないと発動できないので、まあ、このね、写しをバラネ入れておくと、かなり安定感が増すんじゃないかなと思います。さらに今回はカオサンタを採用して、まあ、フアンダリーズに勝てるようにしたりね、まあ、除外させないようにすることによって、今の環境ね、やっぱ、除外っていうのがめちゃくちゃ多いから、この除外をね、させないっていうのがめちゃくちゃ強いんですよね。で、さらに暗黒の侵略者入れることによって、相手は、速攻魔法を発動できない。ということで、まあ、ルーンを完全にメタっていくとね、このカードたちはですね、一応まあ、迷宮の効果、ラビリンスの効果で、トラップカード発動するとね、手札とか墓地とかから、悪魔族モンスター一体特殊召喚できるので、まあ、一応このカードをね、なんかストービーとかでコストにしても墓地から復活できるので、ルーンを完全にね、メタっていくと。で、さらにこのカードね、2900ということで、火力もね、すごい出せるので、非常に優秀なカードですよね。そして、今回マスクチェンジセカンドを採用してるんですが、手札を1枚捨てることによって、自分ヒルドの表側表示モンスターの同じ属性でレベルが高いモンスターをね、マスクチェンジによる召喚扱いとしてヒーローを特殊召喚できるんですが、まあ、簡単にどういうことかと説明すると、アリアンナにマスクチェンジセカンドを打つことによってダークローに変換できるんですよ。同じ闇属性でレベルが高いので、ね、アリアンナレベル4で、そしてダークローレベル6やから、同じ属性でレベルが高いからダークローに変えれるんですけど、これ面白いのがですね、相手がアリアンナに対して無限包容とかさ、打ってくるときあってあるじゃないですか。でも、無限包容打たれてもマスクチェンジセカンドでかわしながらダークローを出せるんですよ。このかわすことができるっていうのがかなり強いですね。相手の誘発をね、こう、打たせながらこう、ダークローを展開できるんですよ。さらに今の環境っていうのはダークローめちゃくちゃ強くてですね、まあ、生きるマクロコスモス、墓地へ行かれるカードは除外される。しかもこれ相手だけなんですよね。まあ、このカードはフィールドだけではなくね、手札にも影響を及ぼすので、マクロコスモスだからフィールドだけなんですけど、まあ、相手の手札とかフィールドとか全部に影響を及ぼす。そして全てを除外していくと。さらにドローフェーズ以外でデッキが加えたカードをね、ランダムに除外するということで、まあ、正直ルーン以外のね、デッキに対してもダークローかなり刺さるんですよね。めちゃくちゃ強いカードですよね。うん。このラビリンスにダークローが採用されるっていうのが、やっぱり同じ闇属性っていうのも相性がいいので、今めちゃくちゃね、強いって話題になってるんですよね。で、構築のポイントなんですけども、このリンクリボーとアリミラージュ採用されてるんですが、このトレミア系のカードをね、今回フェニックスとユニコーンを採用してるんですけども、これ悪魔族っていうのがすごい強くて、で、この構築はですね、悪魔縛りっていうのがあるので、まあこのね、ウェルカムラビリンスの次のターン終了時まで自分は悪魔族モンスターしかね、エクストラデッキとかデッキから特殊召喚できないというこの制約があるので、まあリンクモンスターとかをですね、このトレミアシリーズを入れることによって、このウェルカムのね、制約をね、かわすことできるので、まあかなりおすすめですよね。で、注意点なんですけど、このハオーリの魂というカードは、打つにあたってですね、ウェルカムラビリンスというのが悪魔族縛りがあるので、まあこのウェルカムラビリンスを打つ前に、ハオーリの魂を先に打つということを頭の中でね、入れて戦う必要性があると。先にね、このウェルカムラビリンスを発動してしまうと、次のターンの終了時までね、ハオーリの魂を打たなくなってしまうので、そこだけは注意点が必要なのかなと思います。じゃあ、早速ですね、ランクマッチの方で、ルーンにどれぐらい勝てるのかというのを、お見せしたいなと思います。それでは、どうぞ。さあ、一戦目ね、見ていきたいなと思うんですが、さあ、対戦糸の方が、ルーンということでですね、親の顔より見たこの眼頭を展開しながら、モンスターを封じつつ、ルーンの泉を展開すると、ほんま、インチキやな。で、まあ、ルーンの効果によって、不銀を特殊召喚しながら、そして、さらに、窓辺の実のルーンの効果により、これで3枚ね、ルーン魔法が墓地に溜まったので、3枚ドローしていくっていうね、いつものまあ、インチキムーブをしていくと。でもね、今回はこのルーンをボコボコにしていきます。で、このガントっていうカードが、エンドフェーズ時に、手札に戻るので、これを利用して、エンドフェーズ時にガントがいなくなったタイミングで、ウェルカムラビリンスを持ってきつつ、バックジャックの効果を起動させていくんですよね。で、バックジャックで、これ、ハオーリの魂を捨てるんですが、さ、ルーンにね、めちゃくちゃ刺さるこのハオーリの魂。これ、まあ、いわゆるその魔法封じるみたいな効果なんですけども、さ、ここでね、ハオーリの魂に対して、御前試合を打ってくると。ただ、これ、魔法カードを打ってしまうとね、覇王のね、一族が出てしまうので、相手に魔法カードを封じていきますよーと。さあ、ダークが展開されていくと。で、バックジャックがね、通常召喚できるので、確かバックジャックなんですね。で、バックジャックを召喚しながら、闇属性なので、ここでね、リンクリボーを展開していきますと。で、墓地に送られたことによって、バックジャックのね、トップのサーチができますよーと。さあ、300で殴りつつ、バッコリここでね、覇王竜ザークの効果によって4000ポイントのダメージを与えつつ、伏せカードを2枚ね、伏せてターンをね、返していくんですが、まあ、やっぱね、魔法カードを封じるような動きをすることができるっていうのが、やっぱこのね、覇王竜の強さですよね。さあ、さあ、闇のデッキ破壊率を引いたので、まだガンと出してきましたね。もうね、こういう構築みたいなボコボコにしたくなりますよね。あ、今までの鬱憤を晴らしていきましょうか。今日はもう爽快なね、動画にしていきたいと思っていて、さあ、相手魔法カードの効果を使ったので、覇王竜一族がね、出てくると。さあ、スターブベノムーネプレデターフュージョンドラゴン、ブレイブアイズプレデターフュージョンドラゴン、アークリベリオンズプレデターフュージョンドラゴン出していきますと、闇属性が結構固まってるっていうのが、午前中はあまり刺さらへんのよね。午前中は打たれてもしっかりケアできると。で、攻撃力2500以上の闇属性モンスターをリリースして発動できる。いや、これ、普通ね、上級のラビリンスをやるんやけども、覇王の一族をね、素材にするだけで相手の魔法カード全てを焼き尽くすことができるんですよね。はい。これで相手の手札、まあこんな感じでボコって、まあ今日はね、どんどんルーンをボコっていきたいなと思います。さあ、2戦目で見ていきたいなと思うんですけども、さあ、まあ、どうせまたルーンが当たりますよね。はい、ルーン来ましたね。で、ルーンは今回ね、ボコボコにしていきます。サルハンシャンダロの効果によってですね。で、この構築ね、ルーンに 100% 勝てるから、やってて面白いんですよね。で、いつものごとくウェルカムラビリンスをセッティングしながらですね、またルーンの泉サーチングして、で、で、相手また先行か。で、バックジャックの効果でね、突破を操作していきますよ、と。で、ルーンの泉と黄金の雫で、ドローをさしていきますよ、と。で、解除のルーンで手札を1枚ハンデスしていきますよ、と。小賢しいことばっかりしてくんな、ほんまに。で、まどろみのルーンの効果を発動してきて、ルーンを特殊召喚することにチェーンして、バックジャックの効果を発動してきますよ、と。さあ、バックジャックの効果でトラップトリックをね、今回セッティングしてですね、まどろみのルーンの効果でムニンが出てきますよ。ムーニンマンみたいなカード出てくるんですけど、ムニンの効果で発動していくと。で、さらにルーンの泉をチェーンにかけつつ展開するんですが、ここでトラップトリックを発動しますよ、と。で、ここでトラップトリックで持ってくるカードが、またね、覇王竜の魂。もうルーンはね、この覇王竜の魂を打つだけでね、午前試合も効かないし、まあ魔法のデッキなので、魔法を打つしかないデッキだから、かなり刺さりがいがいいんですよね。うん。で、覇王竜の魂を打つことによって、覇王竜ザークをね、展開していきますよ、と。さあ、ここでね、相手が魔法を打てなくなってしまったんですが、さあ、ここでね、ルーンのね、たぶらかしの効果発動してきたので、もちろんね、覇王竜の魂を発動し、覇王竜のね、この眷属を出していくんですが、やっぱルーンにね、この覇王竜の魂がめちゃくちゃさんだ気持ちいいよね。うん。で、覇王のね、カードで出てくるんですが、このクリスタルウィングね、クリスタルのカードっていうのがね、クリスタルウィングっていうのが、魔法トラップの効果一度だけ無効にできるので、ここでね、相手のルーン系のカードはね、無効できると。さらに、闇デッキ破壊レースを引いたと。で、まあ相手がね、速攻カードで、また引いてくるんですが、クリスタルシンクロドラゴンの効果により、相手はね、魔法カードを使うことはできませんと。まあやっぱクリスタルウィングシンクロドラゴンがね、非常に強いですよね。で、ここで相手たね、リタイアしてくるいや、ルーンをね、爽快にね、破壊できるのめちゃくちゃ楽しいですよね。さあ、3戦目ね、見ていきたいなと思うんですが、さあ、今回こちらの先行ということで、まあ、先行の方がね、このデッキ有利なんですけど、さあ、サーバンツの効果で、いつものごとくね、迷宮を拾いながら、ラビリンスストービーの効果で、上級の姫を墓地に送って、ウェルカムをね、セッティングして、そして、ラビリンスのね、迷宮をね、発動するんですが、まあ、夫人が結構ね、この、フィールド魔法と、このね、ウェルカムラビリンスをセットしていく。これが強いですからね。で、まあ、ここでね、破壊のルーンを発動してくるんですけども、まあ、このデッキはね、ウェルカムラビリンスとこの迷宮が揃わなくてもですね、この覇王竜ザークさえ出してしまえば、もうルーンは完封できるんですよ。で、まあ3戦目ももちろんね、ルーンがね、出てくるんですが、なんかフィールドの効果のモンスターを無効にしてくるという意味のわからないムーブをしてくるんですが、覇王竜の魂発動してきますよ、と。で、ここでね、覇王4姉妹が出てくるんですが、スターブ・ベノブ・プレデター・フュージョン・ドラゴン。そして、アークリビルのエクシューガー、クリスタルウィングシンクロドラゴン、ブレイブアイズペンデルムドラゴンということで、4体ね、一気に出してきますよ、と。まあ、魔法を使うデッキに対してめちゃくちゃ強いですよね。さあ、メインフィーズが始ま、お前、またそのカード出して、で、ここでね、写しおバナナの効果で、まあ、これが強いね。で、ここで魔法カードを使っても、クリスタルウィングシンクロドラゴンの効果で無効にすることによって、相手は何もすることができませんよ、と。で、このね、方も何もできずに何もできずに終わりということで、まあ、次の試合はですね、ちょっと変わったルートね、展開していきたいなと思います。さあ、4戦目はですね、対戦相手の方が、ルーンではなかったんですけど、さあ、残機ということで、まあ、残機もね、今、ティア1の構築というか、めちゃくちゃ強いテーマなんですけど、今回はですね、まあ、最後、ダークローの展開だけ見せたいなと思います。で、エクストラデッキに、ダークローっていうカードがね、今回採用されているんですが、このダークローをどういう風に出していくのかっていうのを最後ね、いいクリップがあるので、紹介して終わりたいなと思います。まあ、いつものごとくですね、ダルンベルシャン、サーキュラーからダランベルシャン展開して、残機カードを加えていきますよ、と。で、ああやってね、加えながら、まあ、親のカード見た動きですね。で、まあ、なかなか強いムーブですよね。まあ、展開しながら、ただここでね、エクシーズするのではなく、リンクディザイブルを展開して、で、このなんかディザイブル、ね、この辺のカードなんか採用する残機も結構流行ってるですね。まあ、でもこのね、この手札で5手ね、返していくっていうのは結構すごいんですよね。やっぱダークローがね、本当に強い。まあ、先行ダークローも強いんやけど、後攻でもめちゃくちゃ強くてですね。まあ親の顔より見た、モンスターをね、いっぱい展開しながら、ダルンベリシアンとリンクディザイブルでリンク召喚、サイバースリキッドを展開してきますよ、と。で、さらにトークン2枚でマスカレーナかなマスカレーナを展開してきますよ。で、今回ね、マスカレーナ結構強くてですね、サイバースリキッドの効果によって、ダイヤをね、サーチングしながらですね、じゃあ3枚セットしていくという、まあ、強い動きですよね。ただここに対してストービーの効果で、ウェルカムラビリンスだけ先ね、セッティングしていきますよ、と。で、今回ですね、来ました。マスクチェンジセカンド。で、アリアンの効果を発動するんですが、さ、マスカレーナの効果と、無限包囲を使ったんかな。で、無限包囲を使われてもですね、マスクチェンジセカンドは、速攻魔法なので、手札を1枚捨てることにより、無限包囲をかわしながら、ダークローを起動させることができるんですよ。やっぱマスクチェンジセカンドってね、すごい優秀ですよね。さ、ダークローを展開しながら、無限包囲をかわしていきますよ、と。で、ここで、リンク召喚していて、マスカレーナ、ウィキッド、サークラーで、リンク、アポルーサを展開していきますよ、と。さあ、ここでアリアンナの効果で迷宮をね、ラビリンスを引きながら、ラビリンスを引いていく。さあ、ウェルカムラビリンスの効果を発動するんですが、さあ、これ上級の姫を出していって、アポロウーサリングを、破壊していくんですが、これマスカレーナが確か自分気づいてなかった。これ確かプレミアだったんか。マスカレーナの効果でアポルーサが効かなかったんですが、まあ、ここはね、上から殴るだけで勝つんですが、ミソはですね、このダークローを出すことによって、今の環境ね、ラベリンス結構強くなるので、まあ、参考のね、一つにしてほしいという、まあ、クリップなんですけども、これね、相手超解除打てないよね。で、これね、残機の、超解除打つには、その残機カードが3枚必要になるんですけど、まあ、ダークローが展開されているので、これかなり厳しいんですよね。で、まあ、なんとかね、3枚エクシーズ召喚しながらですね、ラプラシアン展開してきますよ。ただ、ラプラシアンの素材を取り除くときに、これ除外されてたんですよ。いや、見ました。除外されていくんですよね。つまり、墓地にあるカードっていうのが今ね、リンク系のカードしかなくて、残機系のカード全て除外されているんですよ。つまり、相手の付帯カードの超解除は発動できないんですよね。で、ここで、上級の姫の効果でウェルカムラベリスをセッティングしながら、ここで2000のね、ラプラシアンを破壊していくと。さらに、覇王竜のね、魂の効果によって、4000だって気づくと。ただ相手の墓地には超解除で出すモンスターが存在しないので、4000体力だ。多分超解除1枚となんかなんですが、多分抹殺とか墓穴とか、その辺なんじゃないかなと思います。ということで、まあ、ルーンにも勝てるし、環境的にも勝てるということで、まあ、最後ね、デッキの紹介して終わりたいなと思います。はい。ということで、今回は、ラビリンス、ルーンに 100% 勝てる構築、そして環境デッキも勝てるね、結論構築ができたということで、このデッキをね、使わせていただいたんですけども、まあ、やっぱりね、今の環境、まあ、楽園のテーマであれば、楽園融合であったり、やっぱ魔封じとかね、この覇王竜の魂がすごい強いと、そして何よりも悪名高きね、ルーンに遭遇すると 100% 勝てるっていうのが、非常に興味深いんですよね。で、今までそのランクマッチで、ルーンに当たるな、みたいな、すごいね、ダイヤ帯とかで多いと思うんですよ。でもこの構築を使えば、ルーンに当たれとね、皆さんは唱えていると思います。なので、今までルーンに苦しんでいた人はですね、もうルーンに当たることの方がありがたいんですよ。ルーンに当たる方が快感になってくるとか、そういう極致まで達成することができるこの神の構築なんですよね。まあ皆さんもですね、気になった方はこの構築で、まあ作れる方は参考にしていただければ嬉しいなと思います。ということで、いやー、数々のルーンをね、今回葬ってきたんですけども、すっきりしたよとかね、面白かったなと思っていただいた方はですね、チャンネル登録と高評価、コメントの方良ければね、お願いいたします。それでは最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。